ちゃんとナジュン連れて買い物に行ってきて、したらナジュンがベビーカーで寝ちゃったので、今のうちに急いで夜ご飯の準備。ねえ、ご飯の前に食べないでくれる？これはご飯じゃないよ。ご飯だよって1時間後に。ご飯終わってから食べればいいじゃん。あれ、パパは韓国人だから辛いものがさ、ないと。辛いもの1品と、アジュンとナムちゃんの辛いもの1品。韓国のおでんのおかず？おでんポックンって言うのかな？ポックスープ。何時に帰ってくるのかがいつも結構バラバラで分かんないから、ご飯作るのがね、タイミングがいつも難しい。じゃあ明日さ、家の近くのさ、皮膚科にさ行くかなと思ったの。皮膚科ありしにパパが仕事になっちゃったから、韓国に行く前は韓国に行ったら毎月のように皮膚管理ができると思ってたの。でも考えてみたらもう1回しか行ってないんだよね。皮膚の現実と理想は違ったわ。そんな時間ない。ラジオ読んでた。そう、本当に夜も1時間半ぐらい寝かしつけて、昼も2時間ぐらい寝かしつけて、寝なくてイライラして、寝かしつけの時間が本当に苦痛。寝てくれた時のママの顔が面白い。なんで？どうなってる？寝たよ。どうしたの？待って、ラテが見えない。やめなさい。なんで泣いてんの？この子。足でやったからじゃない。やってないよ。どうしたの？待って、ラテが見えない。また爪が割れた。ちょっと。産後から爪もさ弱くなってきますね。お願いねえママご飯お願いねえ、じゃあ1秒でもいいからママご飯作んない。ねえ言ったよね。ねえねえねえ、ワンちゃんが泣くじゃん。無理。トッポギとドッグスープとカルビチム、これは辛くない、子供たちも食べれるやつ。ビーストは7つ葉目のゼリーなんだって。すんごいいいものなんだって。中国ではサンゴとか飲むし、ママ今大変だよ最近。神秘の白い宝石、アナツバメの巣。よく説明しちゃってみて。ママのために準備しました。ありがとうございます。そうか、美白効果もあるし免疫力も上がるみたい。子供にもいいんだ。子供にもいい。子供も大丈夫なんだろうって書いてある。あ、そうなの。じゃじゃん。こんな感じの、すごい高級感のある。ママは本当にこだわりもしか飲まないから。そうね、こだわりはかなり強いね。皆さん本当ですよ、うん。どんな感じなんだろう。今瞬間。うん。うん。え？何の味？なんか苦そう。パイナップル。ゼリーだ普通に。飲んでめちゃくちゃ美味しい。飲んでみ。本当嘘じゃない。本当に嘘じゃない。どっち？本当に本当に。
しい。うち？もう一回。ほらほら美味しいんだよ。月みたいな味でしょ？ね、超白くなるじゃない。学習能力の向上とか書いてあったよ。なんか記憶力が良くなって子供の学習能力が上がるんだって。あるよ。食べる？混ぜようよ。食べるって。美味しいよね。もう一個食べたい。やばい、食べたくて泣くんだけど。食べるの？あじゅん、ママのだよ。それママの。なんか YouTube のさ、メイクアップアーティストの人が飲んでるの見たことあるよ。これ。その人はそのツバメの巣自体も食べてたけど、やっぱりいいんだね。誰も消すみだ。ママお肉切って。なんでお肉くらい？ママ。だからタンフもさ、お菓子も食べるなって言ったの、ママは。だから言ったじゃん。聞いてる？ごちそうさまして。みたいな食べない。お菓子なんて食べるから。すごいな。なつよ。食べてないでしょ。食べないじゃん。私はお腹。じゃ食べなよ。ねえや。ねえや。もういらない？ねえや。ねえや。ねえや。何してる？携帯を取り上げられて大号泣のハナちゃん。いってらっしゃい。ママ最近シミが増えた気がするわ。なんかほくろもさ、シミも増えた。ここでなんか体拭くんだけど、韓国ってオンドルじゃん。だからさ、足の裏とかさ、顔とかすごい乾燥する気がする。お肌の曲がり画像が出ると体の不調が増えたり、シミとかシワとかね、老化のサインが出るのをお肌の曲がり角って言うんだけど、もうお肌の曲がり角かなとか思ったらもうとっくにさ、そりゃシミも増えるし。ああ、26だけどね。やばいんだろう。ギャンギャン泣いてないだけよかったけどね、今日はね。まあ、リース。インナーケアがやっぱ大事だよね。明日の動画が出来上がったので、これで一段落ついたので寝たいと思います。
み続けてみて本当にびっくりだね。変化がいろいろとあったのでちょっとこれを話したいなと思って。決まりましたパパもあったよね。まずこのねビースっていうのは天然アナツバメの巣っていうのが使われていて、ツバメの巣ってなんだろうっていう最初聞いた時に、動物の大事なものを人間が奪っていいのかなとか、なんかそういう生態系を破壊しちゃってるんじゃないかなっていうちょっとネガティブなイメージが実はあって、ヒナが巣立った後にもう二度と使われることがないアナツバメの巣を利用していて、なのでね自然にも優しいし動物にも優しいし取り方をしていて、しかもねもうこう必要がなくなった巣っていうものを取ってあげることでまた次の時期になったらそこに新しい巣を作れるので、そのアナツバメにとってもすごいありがたいことで、すごい情熱を持った社長がねマレーシアまで取りに行っているので、取れる時期っていうのも年に3回っていうのが決まっていて、すごい貴重だな。そう、私その日本人で唯一このビースの社長だけがマレーシアの政府からそのアナツバメの巣の採取というものを許可を得ているので、 100% 天然で自然なものなので、免疫機能の向上だったり、美白効果だったり、肌のね張りが上がったり、傷跡だったりがこう修復していったり、アトピー性皮膚炎の人とか、あとはね子どもの学習能力の向上や育毛にまでね効果があるっていう、本当に奇跡のね、私も本当に2時間目ででしょ本当奇跡なんです。これ本当にアナツバメの巣の中には葉酸栄養素っていうものがすごく豊富に含まれていて、その中でもね注目なのがシアル酸っていうものが入っているんですけど、免疫機能をね上げてくれる成分で、これが不足してしまっていると疲れやすいなっていう日が続いたり、風邪をひきやすくなっちゃったり、まあ、寝起きがねちょっとこうすっきり起きれない日があったりするんですけど、シアル酸っていうのはすごく豊富に含まれているので免疫機能をねかなり上げてくれるものなんです。で私自身ね飲んでみて今3週間ちょっとなんですけど、本当に肌が今までの人生の中で一番いいです。ツヤ感だったり、あとこう肌の張り感だったりが本当に違って、やっぱり夜泣きがあったり起きるのがつらいっていう感じだったんだけど、今まではなんかすっきり起きてるのよね、これ飲んでから。シミの元になるメラニン形成っていうのを阻害して、メラノサイトにまで作用するから、シミをね抑制してくれる効果があって、コラーゲンの生成っていうのもね促進してくれるので、こう、ね、シワとかねちょっとたるみのね改善っていうのもすごい効果的なものなんです。私口コミを見ててびっくりしたんだけど、15年前の帝王切開の傷跡が薄くなったっていう口コミがあって、本当かなって思う。そう、私鼻の下にちょっとねこう手術をしてね傷跡があるんですけど、それが本当に薄くなって、なんでこれ薄くなったんだろうと思った時に、これしかないのやってることが、あ、こんな効果が本当にあるんだっていうのに本当にびっくりした。で子どもの、ね、学習能力の向上にもいいので、産後にツバメの巣っていうものを送るらしくて、うん、だから私的には本当に産後のママにもね本当にこれはおすすめしたいですね。そうそうそう、どうしても続かないんだよね、美味しくないと。そう、パイナップルの味で、まあ、冷蔵庫で冷やしたりすると本当にね冷たいゼリーって感じなので、飲みやすく続けやすいのがおすすめです。そしてね、ありがたいことに今回このリースさんとアヤコリアコラボセットの販売ということで、まあ、実際に私が飲んでみてその体の変化を感じたので、これは自信を持っておすすめしたいと思ったのでコラボさせていただくことになりました。値段なんですけど、ビースエキスリースティック30本入りが本来だったら 14,580 円なんですけど、今回はコラボセットで特別でこのゼリースティックとクランベリー味のゼリースティックがさらに3本セットもついて、これのね3点セットなんです。これで実質ね 41% オフになるので、
銀座の銀座6にも店舗が入っているね、しっかりとした会社なので、気になるなっていう方はそちらの店舗を見に行くっていうのもねありだと思いますし、送料無料で必要がないなっていう時はね簡単にスキップもできてしまうので。そしてこのコラボセットの販売期間は3月4日12時まで、300セットの限定販売です。最初に申し込みをするだけでそれ以降は自動的に商品が届くようになるので、毎回面倒な注文作業がなくなって買い忘れることもないし、忙しい生活を送っている人にすごくありがたいシステムだなと思います。何より45日間の返品保証はこの商品に自信があるからだと思います。一度試してみれば違いがわかると思います。ぜひ試してみてほしいなと思います。概要欄にはコラボセット販売のコラボページの URL が貼ってあるので、ぜひちょっとね見に行ってみてほしいなと思います。このセットで考えると、まあ、1本291円ぐらいで、まあ、300円を切るんですね。でジュース1本ビール1本をこっちに置き換えてって考えれば、すごい高いものでもないのかなって、自分に投資としてね。でもちろん大切な人への贈り物としてもおすすめできるので、自分もちょっと髪の毛が、うん、びっくりびっくり、これのせいかどうかわかんないけど出ました。でもこれのせいじゃなくて半年以上出てなかったからさ、俺信じるよ。だからこれから続いて飲みたいと思います。うん、この動画だったらいいねとチャンネル登録